アシュボーンのカレーン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。実業家、ブライエンコケインが1920年に著されたことに、始まる。コケイン家に、男爵位以外に保持する爵位はない。GE コケインジョージ・エドワード・アダムスは、完全貴族名鑑を執筆した、系譜学者で、彼は、古いアイルランド貴族のカレン死爵家出身の母を持つ、人物である。 彼はその母の要望で1873年に直居を得てコケイン制に改正している。その六尾にあたるブライエンコケインはイングランド銀行総裁を務めた実業家である。彼は1920年4月21日に連合王国貴族としてサリー州ローハンプトンのアシュボーンのカレン男爵に除せられた。この除爵にはかつて途絶えた。 カレン主釈家の最高の意味合いも兼ねていた。その息子の二代男爵チャールズは自重たる議員やシティオブ、ロンドン党官を務めている。彼には男子がなかったため弟エドマンドが爵位を継承した。三代男爵エドマンドにも子がなかったため、老いのマイケルが爵位を襲った。その四代男爵マイケルが2020年現在の男爵加減党主である。一族のモットーは、 逆境における勇気。法廷推定相続人及び推定相続人の存在は明らかになっていない。カレン主釈家は1642年に創設されたアイルランド貴族の家系だったが、1810年に六大主釈の死をもって廃絶していた。ありがとうございます。